咽頭歯の間を切開します。これとこれ、うん、多分この先が炭酸の力でより身に入るんじゃないかな。あはい、パパチェルです。ゴールデンウィークです。今日は竹を思います。何してんねん竹を。眩しいからな。嘘つけ。グラサンされたんだよ。いつもグラサンなんかしてるんチェチェもいます。チェルもいます。チェルもいます。ゴールデンウィークなんですけど、まあコロナのこんな時期なので旅行とかは行きませんけど、市場は行きます。魚少ないかもしれないですけどね。魚少なそうやな。で店も開いてないからあんまり魚置いてないと思うんですが。止まれ止まれ止まれ。というわけで今日も市場に行っていこうと。止まれお前はやねというわけで今日も市場に行っていこうと思います。レッツゴー。チェチェレッツゴー。レッツゴーはゴー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 ゴうまいわ。フグ。フグ。タイとフグ。タイとフグ。ゴールデンウィーク特別バージョン。イマージ。ましたね。サムネ。久々っすね。久しぶり。久々。竹雄がおったらうまくいかへんっていう。あれがチンプスだね。立派なシマアジ。絶対うまいやつ。絶対うまいやつにわざわざ味を入れる。立派ですよ、これは。な。それでは始めます。はい。ではまず、エラブタを切り取ります。でいつもやったらエラと心臓の間にある動脈球を探してそこから送水管差し込んでカニュレーションするけど、うん、今日はもういきなり肺大動脈、いきなり肺大動脈、もう一回、いきなり肺大動脈、もっとで、はい、回送器で広げます。回送器って言うんですか。そうで、エラを切り取っていきます。初めて紹介したの結構で、僕これは回送機かなと思ってました。いや大体感じ予想で、予想で、あ、そうすごいな、そんなやつ多いね。僕そう思ってました。ちょっと初めていい。はい。手順がだいぶ変わってますね。そうやろ。お、血が出てきた。ちょっと今のうちに、いつも慌てるから、うん、あ、もうちょっとこっちにやって、はい、浮かすと。これもこっちにやって。やっぱいいわ。消えちゃった？はい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 。で、これなんかこのでっていうのが癖で、次の段階に行くときにで何々をやりますみたいな。口癖ってこと。そうそうそう。僕もでもそうなったら口癖あります。何の？いちゃってよう言います。絶対言わへんやん。聞いたことない。危ないって。で、あ、言った、また言った。いちゃ。この咽頭歯、咽頭歯の間を切開します。鼻出たよ。咽頭歯の間を切開していくと。あんまり開かん方がいい。開きすぎるとなんか切れたよ。脂肪が結構あるから見えにくいですよね。うん、ちょっとエラの除去の仕方をしくった気がする。なんか白いですもんね。うん、ちょっと開けないで、どれ、しまった、血が出てるってことは
ここは血管って間違いないって言ってるから、うん、全然見えへん出血のせいで。だから先副大動脈から血を抜いといた方がいいんか。いきなり嫌な予感。でも入ってしまいさえすればもうあとは無理。何本か血管があんねんな。そして血で見えないっていう悪循環。血管は分かるけど入らへん。もっと慎重にやらなあかんの分かってんねんけど。これ分かりやすいやろ。これとこれ、うん、多分この先がこれ多分両方のエラからこう来てんねやと思うんで、うん、よっしゃ、なんか光が見えた。ピンホールを開けます。よっしゃ、開いた。これ何もいない。そこね、開いた。これで入らんかったらもうアウトかも。入ったっぽい。入れ入れ。バルーンで引っかかる。よっしゃ、入った。入ったよ。よし、入ったと信じてバルーンを膨らまします。20分もかかってもた。送水開始。いった気がする。ポンピング開始。こっから出てきてない、うん、あ、こっちも出てきたわ。こっちから出てきた。ほら、あ、出てますよ。このまま行くわ。あ、なんかこっちから出んくなった。で、こっち、ね、もっと出ろ、こっち。おい、こっち全然出てない。出てる出てる、ほらほら、ぶわーって。ほんまほんま、いけいけいけ。いったいったいった。多分これで一周回ってる。なんで手添えてんの。やりたい。手伝うとこなかったもんな。ごめんごめん。これ持っといてもらおうと思ってんけど、うん、下にあのキッチンペーパー入れたらちょうどいい段差になったから。キッチン全然気にせんの。キッチンペーパーが吸ってるからそっちに流れていかへん。そういうことね。あ、でも流れてない。キッチンペーパーのけるわ。なんかキッチンペーパーいる。キッチンペーパーに負けたからってそんな怒らんでも。何回いるの。あ、でもめっちゃ出てますね。でもだいぶ吸ってますね。あの吸ってる。キッチンペーパー成功と思うで。だって出てる出てる。あ、ピクピクしだした。これ入って、もう絶対成功、絶対成功、絶対成功です。久々に流れてますね。めっちゃピクピクしてる。わかりますか。いい感じ。そっちのサラサラの血も、うん、やった。出た、ドヤ顔、ナイス。いや、まあでもただこれ血抜きが完成、あの成功しただけやから、うん、血抜きは別にそこまで重要じゃない。このルートを確保したまま、うん、今日は味付けをしていきます、うん、もうちょっとこれがなくなるまで、これがなくなるまで完了します。はい、離れたよ。離れた。離れたな。離れた。鼻拭いてあげて。一安心。島味リベンジできたことが俺は嬉しい。めちゃめちゃピクピクしてる。いや、でも島味の副大動脈、肺大動脈、今までで一番難しい。最初大将行った時に島味やってみたいって言ってましたね。言ってた。だってあんなに美味しそうな島味が死ぬほど泳いでんねんもん。一応今日予備でマダイ、絶対成功するマダイ買ってきたけど、うん、もうそれええかなって感じ。結構奥まで入れてますね。入れてる。竹雄がおっても成功する。よかった。一安心。めっちゃ嬉しいわ。島味は諦めてたよ、マジで。諦めたらそこで終わるっすか。そうやな。ただ、もうほんまにメタボすぎて、血管が弱い。うん、血管細いし脂肪まみれやし、うん、すぐ穴開くし、なんか人間もデブやったらそうなのかなとか思った。じゃ別にお前のことちゃうで。なみとんねん。メタボぐらいから僕のことなんかな思ってた。離れた、離れたの。パパ、もう多分血は抜けてるから血抜きは終わりで、こっから味付けをしていきます。ちょっと待ってくださいね。
いや、いらんやろ、はい、で、このルートは残したまま味付けをするんで加入液寒流液寒流液ちょっと今度、はい、今日は他の魚もあるんで、これは一旦消えちゃったよ消えちゃったどこ置こうかなこっち置きましょうチェルは手届かんところで、今日寒流しようと思うのは何を作るかというと今日は照り焼きを作ります。なのでまずエビス醤油、魚とかの煮付け用の醤油、それと料理酒と砂糖の代わりにコーラ、この3つを味付けで入れていこうと思います。はい、炭酸がどうなるかっていうのが知りたい。これを全部混ぜたやつを入れる。そうそうそう、だから100100100ぐらいでしょうか。1対1対1ですね。まず煮物の醤油100で日本酒100大体、でコーラ100。これゼロカロリーコーラじゃなくてちゃんと砂糖入ってるやつ。まずこのぐらいの量でいきます。それでは還流開始。出てきたね。これ入れな。還流開始します。魚がでかいから量がようわからないけど、とりあえずこれ全部出ます。炭酸入ってるからかき混ぜたら炭酸抜けそうなのか、うん、ある程度混ざってるよね、うん、炭酸入れた時点でも混ざりました。そうやんな、ハイボールみたいなもんやな。違う？いや、そうっす。ちょっと寂しなかったです帰ってくると思ってたら帰ってこんかったあれってなってハイボールみたいなもんですよね。そうそうそう、あんま混ぜたらダメですかね。今の間切るから。いやもう炭酸入っててもおかしくないよ。シュワシュワ言ってんだ。これめちゃくちゃ楽しみやわ。ゴールデンスペシャルにふさわしいわ。滝を読んでよかった。ゴールデンウィークスペシャルね。そうゴールデンスペシャルで何からゴールデンウィークスペシャルどうしたの、こっち来る。パパ竹織抱っこしてもらい。チェジ見て魚、うん、チョコレート。これが一般的な魚料理、うん、ちゃうで、ね。チェジも大きくなったらこれを覚えて料理男子になるから。料理男子、うん、あバッチーバッチーな、バッチーな。ちょっと触ったらあかんで、バッチーから。シロさんが言ったらあかんで、そんなここじゃバッチくないで、シロさん。炭酸が入ってる。バッチーで、いや、バッチないって、シロさん言ったらあかんで、本人がどっから出てきてんねやろ。なんかあんま流れ出てなくない。あんまり。あ、出てるわ、流れてるわ。出てます、ね、全然流れてる。ルルン、お、開けた、ヘルシー。こんなとこシロさんおらへんそんな資料求めてないやろ。吊るし火な店立ってちゃる。吊るし火なんだ。あそこのぶら下がってるやつ。パンパンなってきた。うわ、パンパン、やば。怖い怖い怖い。俺の仮説やけど、炭酸の力でより身に入るんじゃないかな。これ炭酸でパンパンなんかな。あんまりこっから出てこないようになってんの。目がすごいことになってる。めっちゃ睨んでる。砂漠めちゃめちゃ楽しみやわ。斜めにしたのですか、持ってるの。お前、ちょっとお前届かへんから。ちょっと待って。いや届きます、絶対届かへんって。届きます、無理やって。引けます、やってみや。乗っていい。乗ったら届くわ、そら。ちょ、一回降りて、うん、一回降りて。いいっす、やっぱ助手いいな。もっと高くしようかい。や、いい、全然もうこのポンピングで入れるから。もうなくなりそう。うん、やばい、もうなんか爆発しそうなぐらいパンパンになってんな。OK 味付け完了、終了で、またいつもみたいに15分ぐらいぶら下げて液体を下に落としてさばいていこうと思います。めっちゃ重い。めっ
っちゃ太ってますね。膨らんでる、太ってると。でこれで15分ぐらい置いてさばいていきます。よし、ではまずお腹を割っていきます。でん、青色のやばい、これも内臓脂肪すごい、見て、うわすごい、メタボシマージな。そして中に醤油とコーラが入っている。ほんまこれちょっと流さなきゃ。すごいな、チーム完全に抜けてる。まあまあちょっとこういう血管には残ってるけど、これが胃袋、胃袋と脂肪が一緒に見える。肝臓の内側の血管たちも血が抜けてる。脂肪が多すぎて血管が見えへんけど抜けてる。これ何、綺麗、やばい。これ多分この脂肪煮付けとかに一緒に入れたら美味しい。これは今日は捨てます。では頭を落としていきます。この断面は色はちゃんとついてないけど入ってる気がする。これ後でバーベキューで焼くから。ではいよいよ身を下ろしていきます。ではいきます、オープン。入っとるね、めっちゃ美味しそう。脂がすごい、脂やばい。とりあえず全部さばく。では例のやつ食べますか。はい、恒例の中落ちを。めっちゃ入ってますよ、めっちゃ入ってる。ちょっとサバコのうまなりすぎて取るとこない、取るとこあんまない。いいんですか、うん、ズキさん。いやまあ裏もあるから。どう、うまい、うまい、うまい、マジでうまい。コーラ感ある、コーラ感ない、ない、うん、甘みだけ。おお、では私もちょうどいい。パパいただきます。おうまい、ただ単にうまい、うまい、うん、だから趣味がうまなってるって、うまなってる。何もつけんでいい、うん、照り焼きの感じでやったけど、うん、めっちゃおわさびで。そうやな。いやうま、これちょっと柵にするから持っていきや。いいですか、でも腹側一本これぐらいあったらいけるやろ、はい、今日の分。はいはい、腹骨このままいく。あ、もうつけといてもらう。じゃあ終わるな、うん、中骨もつけといていい。はいはい、大成功。よかった、まあ、でもこうやって新しい料理を、料理なんか何かよく分からんけど、これからもっと作っていこうと思います。いやマジで嬉しいわ。もう何もつけんの。めっちゃうまい、ちょっと食べてみてみんな。いやすごい、この甘み、これコーラかな、コーラ感ないけどちゃんと甘みがある。いただきます。おうまいな、これこれなんか いくらでも食べれるわ、この島味。おいしい、うそ、おいしい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 、うま、ごめんな。そうなん、これ臭くないの、うん、全然臭くないから、まあ、食べるな。まだ早い、まだ早い。チェル、これはまだ凍ってる。チェルのここで焼いてるからちょっと待って。焼いてる、焼いてる、焼いてる。でも普段焼き魚食べへん子が食べるってすごくない。じゃあ危ないから。ママが帰ってきました。あっか。いや、ちゃんと食レポしてや。
油ばりのって美味しい、うん、美味しい。ウインナー美味しい。ウインナー美味しいな。めっちゃ美味しいな、それ。これ絶対やばい、絶対やばい。あら甘い、あら甘いわ。しびれた、いただきます。たまらんよ。うまい。